レフルノミドは、イソキサゾ造ル系の分子構造を持つ、交流待ち薬。製品名は、アラーバ。ヘキスト社により開発され、製造を販売している。レフルノミドは、体内での初回通過効果や、肝体者により、テリフルノミドに変換され、これが、免疫抑制効果をもたらすとされている。テリフルノミドは、DNA 合成、RNA 合成に必要な、 ジヒドローロとサンデヒドロゲナーゼの活性を阻害することで活性化リンパ球の増殖が抑制され免疫を抑制できると考えられている。ちなみに、テリフルノミドはアメリカ合衆国と EU で多発性硬化症の治療薬として認可されている。レフルノミドは他の薬剤に比べ体内での消失半減期が約2週間と長い。これは、レフルノミドの活性代謝物である。 A771726 が、タンパク結合率の高い物質であることに加え、胆のから胆汁として排出された後長官から再吸収されるためと考えられている。そのため、治療薬剤の変更や本剤による副作用などを理由に短期間で体内から排出することを目的に、カゲイオン交換樹脂であるコレスチラミンが使用されることがある。コレスチラミンは、 単重に排出された A771726 を含む単重酸を吸着し長官からの再吸収を防ぐことでレフェルノミドの消失半減期を大幅に短縮することができる。ありがとうございます。